全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。12頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、2番サンテアルム、この馬が行きました。7番レッド若森、先頭に入れ替わります。11番ドラゴンエルム、好位をキープ。1番人気4番マッカマーベラス、この位置。そのうち10番サテンデレード、各馬1コーナーに入っていきます。内から9番カーティスギネル、内から3番若森に奥へ、続きまして12番トライアルウィング、これを見るように内側8番風間ゴールド、内から1番ライダーオブルー、その外6番モンザダイマジン、最後方は5番高野ララマイ。12頭各馬一段となっています。これから向こう上面に入ります。先頭は7番レッド若森、前半の 1000m は59秒5、後ろに2番サンテアルム、10番サテンデレート、好位をキープ。各馬第3コーナーをカーブしていきます。内押さえて3番若森に奥へ、外から11番ドラゴンエルフ、そのうち9番カーティスギネル、1番人気4番マッカマーベラス、この位置。続きまして12番トライアルウィング、これを見るように内側8番風間ゴールド、6番モンザダイマジン、内から差を詰める。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。さあ直線の攻防、後続各馬の動きはどうか。残り200を切りました。ここで先頭が入れ替わる。マッカマーベラス伸び足がいい。レッド若森食い下がる。混戦となりました。トライアルウィング差し切ってゴール。勝ったのはトライアルウィング、鞍上は武豊騎手。勝ちタイムは1分57秒7。トライアルウィングブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着マッカマーベラス。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い。1番ダマリアンペースを作ります。2番手4番イトゲクリーン、10番天心好位をキープ。これを見るように内側7番テストウィング、内側6番ハイパーダッシュ、内押さえて5番タワママスターズ。各馬第3コーナーをカーブしていきます。外から11番夜明けパンドル、内から3番ジオンコルトレーン、少し差が開いて8番ダークシェル。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線勝負、横に広がり直線勝負。イトゲクリーン追い上げてきた。 200m を通過した。先頭が変わった。ハイパーダッシュ伸び足がいい。テストウィングまとめてかわした。テストウィング差し切って降臨。勝ったのはテストウィング。鞍上は海老名正義騎手。勝ちタイムは56秒5。テストウィングブリーダーズカップの栄冠に輝きました。ハイパーダッシュ天心。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。最内から押して1番タヌキラー、2番手9番ビーアースリー、2番神の子不思議な子好位につけています。5番ブレイブシュート好位をキープ。7番ドロンコダイス、内から4番オウカフルフレア。各馬第3コーナーをカーブしていきます。内から8番スカイウィング、そのうち3番フルーツサンライズ、少し差が開いて6番ベネトンフィージケ。4コーナーカーブから直線に向きます。さあ直線勝負、3頭が固まり直線勝負。 200m を通過した。依然として先頭はタヌキラー。先頭が変わった。追い上げる神の国士になって迫るビーアースリー。2頭が並んで降臨。神の国士になってわずかに前か。発展をお待ちください。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。10頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、早くも先頭9番またぎみっちょ、5番ミキリミテッドかわして先頭、8番グレイトビジョン先頭に入れ替わります。10番ジェットリ先頭に入れ替わります。1馬身相手7番タクノウインター、内側1番マジックアドラー、少し差が開いて4番ダークソルジャー、外を抑えて3番セルフィーユ、続きまして6番ハーモニーノア、最後方は2番焼きそば。10頭1段です。もう一度先頭から、先頭は10番ジェットリ、後ろに5番ミキリミテッド、各馬1コーナーを目指します。8番グレイトビジョン好位をキープ、1番人気9番またぎみっちょ、この位置からの競馬。 1000m の通過タイムは1分0秒0、3馬身相手7番タクノウインター、内から1番マジックアドラー、これから向こう上面に入ります。外を抑えて3番セルフィーユ、内を抑えて4番ダークソルジャー、これを見るように外側6番ハーモニーノア、2番焼きそば後方、先頭は変わらずジェットリ、後ろに5番ミキリミテッド、8番グレイトビジョン好位をキープ、1番人気9番またぎみっちょ、この位置からの競馬。4馬身相手7番タクノウインター、各馬第3コーナーをカーブしていきます。内から1番マジックアドラー、続きまして3番セルフィーユ、内押さえて4番ダークソルジャー、外から上がるのはハーモニーノア。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。さあ直線の攻防、400を切って先頭ジェットリ、その後ミキリミテッド、あと200ジェットリ粘っている、またぎみっちょ追ってくるが厳しい展開、ジェットリ先頭、ジェットリ堂々と合輪、勝ったのはジェットリ、鞍上は藤井寛一郎騎手、勝ちタイムは2分21秒5、ジェットリブリーダーズカップを見事勝利しました。2着以下は混戦です。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュはリーファンネルミュージカルカール、まずは先行争い、外から押して10番ミュージカルカール、7番ウルトラソーダ先頭に入れ替わります。その後は1番マシンファルコン、少し差が開いて4番センパチ風神、少し差が開いて6番フランキースパロー、少し差が開いて3番リーファンネル、3馬身相手2番ナリオー、続きまして5番ウエストグロリア、少し差が開いて8番タイムオブラン、最後方9番スマイルスキー、冬の新潟競馬場を駆け抜けます。他
ここから先頭までは10馬身以上、各馬1コーナーに入っていきます。もう一度先頭から、先頭はウルトラソウル、さらに1番マシンファルコン。 1000m の通過タイムは59秒9。10番ミュージカルカール好位をキープ。少し差が開いて4番センパチ風神、2コーナーを抜けて向こう上面。3馬身相手6番フランキースパロー、それから3番リーファンネル、3馬身相手2番ナリオー、続きまして5番ウエストグロリア、少し差が開いて8番タイムオブラン、最後方は9番スマイルスキー。先頭は依然ウルトラソーダ、さらに1番マシンファルコン、10番ミュージカルカール好位につけています。3コーナーに差し掛かろうとしています。少し差が開いて4番センパチ風神、4馬身相手6番フランキースパロー、それから3番リーファンネル、3馬身相手2番ナリオー。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、400を切って先頭ウルトラソウル、そしてマシンファルコン、 200m を通過した。先頭が変わった、逃げる逃げるマシンファルコン、ミュージカルカール追ってくるが厳しい展開。マシンファルコン押し切ってゴール。勝ったのはマシンファルコン、鞍上は海老名正義騎手。勝ちタイムは2分22秒0。マシンファルコンブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ミュージカルカール、3着全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い。早くも先頭、1番ポポジャーニー、2番ダヤドリーマントラかわして先頭、3番スターアルテイシア好位をキープ。その外10番キュウエスプレッソ、1馬身相手6番ボタンダセクシャル、これを見るように内側5番ヘルシオ、内から4番ハイランダー、続きまして12番レムノジェネロジテ。400を切って先頭ポポジャーニー、その後ダヤトリーマントラ、食い下がるダヤトリーマントラ、わずかに先頭はポポジャーニー、ダヤトリーマントラ勢いよく追い上げる。残り200を切りました。ボタンダセクシャル頑張っている。ボタンダセクシャル先頭、ボタンダセクシャル押し切ってゴール。勝ったのはボタンダセクシャル、鞍上は三浦康生騎手。勝ちタイムは53秒3。ボタンダセクシャルブリーダーズカップを制しました。2着以下は混戦です。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは最内パリオーゼ。まずは先行争い、1番パリオーゼペースを作ります。続きまして11番カステルグリーン、12番プリマファキエ好位をキープ、内押さえて5番フルーツメイビー、続きまして10番パイナップルダンス、8番ダンスキングス、内側2番条件プトン、これを見るように内側6番フランソワ。400を切って先頭プリマファキエ、その後パリオーゼ、ここからが勝負どころ。わずかに先頭はプリマファキエ、追いすがるパリオーゼ、あと200、パリオーゼ捉えにかかる。2番手パリオーゼ差を詰める、ここで先頭が入れ替わる。パリオーゼ、パリオーゼ差し切ってゴール。勝ったのはパリオーゼ、鞍上は武豊騎手。勝ちタイムは53秒4。パリオーゼブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着カステルグリーン、その後3着プリマファキエ。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。人気のポンチョハーゴン、抜群のスタートです。まずは先行争い、3番ポンチョハーゴン花を奪いに行きます。6番フラニスフィア先頭に入れ替わります。その後は1番エミズクローク、2番手代わって8番ウイローサンダ、9番グレイトアロー好位をキープ、4番ポポハイボール好位につけています。外を抑えて2番ルーリカ、少し差が開いて7番西野フ、後ろに10番ウォークライ、各馬1コーナーを目指します。4馬身相手5番グルミンファルコ、最後方は11番アナザーオリオン、先頭から最後方まで10馬身以上、もう一度先頭から、先頭代わってポポハイボール、3番ポンチョハーゴン並走。1000m の通過タイムは59秒5。これから向こう上面に入ります。9番グレイトアロー好位をキープ、内から1番エミズクローク、その外8番ウイローサンダ、6番フラニスフィア、1馬身相手2番ルーリカ、続きまして7番西野フア、少し差が開いて10番ノークライ、3馬身相手5番グルミンファルコン、最後方11番アナザーオリオン、各馬第3コーナーをカーブしていきます。先頭は依然ポポハイボール、続いて3番ポンチョハーゴン、9番グレイトアロー好位につけました。4コーナーカーブから直線に向きます。さあ直線勝負、400を切って先頭ポンチョハーゴン、その後ポポハイボール、あと200、変わらず先頭はポンチョハーゴン、2番手ポポハイボール、差を詰めるポポハイボール、ポポハイボール、ポンチョハーゴン並んでゴール。ポンチョハーゴンわずかに前か、判定をお待ちください。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュはアロマパーティー中年ロミオ。まず何がいきますか。7番ホジンシュタイン先頭を伺います。2番アイエムブレイク先頭に入れ替わります。9番アサヒ好位につけています。3番ナイツオブラウンド好位をキープ。10番なぜか消えた、うち押さえて。5番ウルキマリソルさん、後ろに1番タステルシュタイン、外から4番ビクタトゥーラ、8番中連ロミオ、うち押さえて。6番アロマパーティー、少し開いて最後方。11番ダークサイドブユー。各馬第3コーナーをカーブしていきます。ここから先頭までは7馬身、先頭は変わらずホジンシュタイン。さらに2番アイエムブレイク、3番ナイツオブラウンの後位につけました。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。ホジンシュタイン、わずかに先頭。400を切って先頭アイエムブレイク、そしてホジンシュタイン、 200m を通過した。アイエムブレイク粘っている。アサヒ追ってくるが厳しい展開。アイエムブレイク先頭で合理、勝ったのはアイエムブレイク。鞍上は牛澤智春騎手、勝ちタイムは1分18秒0。アイエムブレイブリーダーズカップを見事勝利しました。2着アサヒ、3着は混戦の模様です。